ピログルタミン酸、パイログルータミックアシット、L、パイログルータミックアシッド、または、ピドル酸は、グルタミン酸のカルボキシル元とアミノ元が分子内、縮合反応を起こして、ラクタムを形成したアミノ酸である。このアミノ酸は、バクテリオロドプシンを含めた、様々なタンパク質で見られる。N マッタンのグルタミン酸残機は、自発的に縮合し、ピログルタミン酸になるが、 ピログルタミン酸アミノペプチダーゼは、ピログルタミン酸残機を改列させてフリーな N マッタンに戻すことができる。エドマン分解は、タンパク質のアミノ酸配列を決定する化学的手法であるが、グルタミン酸のような即差に、アミノ素を含むものは、自発的に感化縮合し、分解反応を妨げる。そのため先に、脱、ピログルタミル化を行いピログルタミル素を除去する。 必要がある。マークインデックス、十一スエディション、八千十二ポデイル DN、エーブラハム GN、エーテクニックフォーザルムーバルオブパイログルータミック、アシットフロムザアミノターミナスオブプロティンズ、ユージングカーフレーバーパイリガルータメイト、アミノペプチダーゼ、バイケム、バイフィス、レス、コミューン、81、176、85、ドイ、ドイ、10.1016、 0006から 291X91646 から7プミド千26343ありがとうございます。